怖そうだぞ。電気剣奨励派、奨励派、奨励派、電気剣、電気剣、電気剣。何かを探していたんだろうか。ともかく今の魔物がボスだったようだな。後の雑魚の始末は兵士に任せるとして大臣に報告に行こう。そうですね。
なんだって奨励派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 ふざけないよ。早く行きましょう。はあ、よくそんなものを退治してくれました。これはお礼です。申し訳ないですが、宝物殿の武具は返してもらいますぞ。それでは謁見の間にどうぞ。王がお待ちですぞ。おお、そのエンブレムを託されたものがついに訪れたか。大臣よ、周りの者を下げさせよ。はまずは宝物殿の件、礼を言うぞ。残った魔物は雑魚ばかりのようだ。我が国の兵士たちで何とかできると思う。本当に世話になった。いえ、そんな。さて、我が王家に伝わっているのは歴史だ。歴史？うん、はいえ、昔語りのような内容だがな。私はこれは旧異種族ムーア人の歴史ではないかと思っておる。世界と我らがまだ未熟だった頃、楽園への真実の帰途をたどるため我らは瞳を得た。しかし瞳が見た楽園への扉は偽り、闇が吹き出し悪魔が世界を包み込んだ。扉を閉めるもすでに大地は死に絶え、我らはその罪に嘆いた。瞳は清めの神殿にて三人の女神に見守られ眠る。真実の祈祷、一体どういう意味なんでしょう。さて、我が王家でも解読しようとしてきたが、真の意味はつかめぬままなのだ。ただ真実の祈祷をたどるための瞳というのは真実の瞳のことなのだろう。そして闇というのはおそらくは魔王アスモデウスのこと。楽園への扉は偽り、ムーア人たちは魔界への扉を開けるつもりではなかった。そう取れなくもない。いずれにせよ、真実は真実の瞳を手にしたものでないとわからぬのだろう。清めの神殿にて三人の女神に見守られ眠る。清めの神殿ってアージ神殿のことではないんでしょうか。きっとそうだわ。三人の女神ってあのルーンたちのことよ。我が王家に伝わっているのは以上だ。これを持っていくのだ。
吉報を待っておるぞ。この国で最後だったようだな。そのエンブレムを持って万国王に報告に行くといいだろう。はっ、ありがとうございました陛下。